BTR-80 はソビエト連邦で開発された装甲兵員輸送車である。1984年に採用された BTR-70 の改良型にあたる。ソビエト連邦軍では装甲兵員輸送車として装輪装甲車である BTR-60PB や BTR-70 を運用していた。しかし、 1979年から始まったアフガニスタン侵攻では出入り口が上面にしかないため乗降しようとした兵士が無邪気に狙撃されるガソリンエンジンは被弾するとたちまち発火炎上ししかも小型のエンジンに来という組み合わせでは荒れ地での運用が困難などといった欠点が次々と露呈し BTR-60、70ともども 燃える車輪付き缶桶けという不名誉なあだ名があるふする有様であった。こうした欠点を改善すべく、アルザマス自動車工場では1984年から新型走行兵員輸送車の開発を開始した。BTR-70 が BTR-60PB からの小改造に過ぎなかったのに対し、BTR-80 は様々な改造が施されている。初期は、 BTR-70 までは120馬力のガソリンエンジンを2機搭載していたのに対して、BTR-80 では260馬力のディーゼルエンジン1機にまとめられた。ディーゼルエンジンは被弾した際に発火しにくく、また燃費も良いことから、出力の向上と信頼性の確保が図られている。BTR-70 では逆三角形の小型のもので実用性に欠けた。 側面ハッチは上部にもハッチを追加して大型化している。そのため、ハッチ上部は全方向に、ハッチ下部は真下に開く、やや複雑な構造になっている。兵員室は天井がやや高くなり、容積が増加している。完全武装の兵員8名が左右4名ずつ、背中合わせで乗車する。BTR-60 以来の眼法とは、形状が変化しており、 いずれも斜め前方向を向いている。砲塔も BTR-60PB 以来となる KPVT14.5mm 重機関銃と PKT7.62mm 機関銃を各一丁装備したものが搭載されるが、アフガン侵攻で高所から攻撃された戦訓から機関銃の最大行角を BTR-70 よりも拡大している。また、 発言弾発射機も装備している。一方で、手機は相変わらず、後部に搭載されているため、兵員は、車体側面のドアや上部ハッチを用いて、乗降しなくてはならない。BTR-80 は1987年から、ソ連陸軍の自動車加速撃士団に配備され始め、現在もロシア連邦陸軍自動車加速撃士団の主力兵員輸送車になっている。輸出も、 積極的に行われており、旧ソ連諸国を中心に22カ国以上に輸出されており、5000両以上が配備されていると見られる。b t r 8 2 a n s 2 3脳内 SVKB33 ツィンブルツィンブル2000。ありがとうございます。